ですね、本当疲れた疲れちゃった。ちょっと海ほたるでほんのちょっぴり休憩をした後にですね、出発したいと思います。よいしょ。もう今日は、千葉のロマンの森というところのロッジに泊まります。で、明日はですね、木更津の方からですねフェリーに乗って、金谷からですねフェリーに乗って三浦半島をちょっとぐるっと回って、城ヶ島のあたりでちょっとお昼食べて、で、鎌倉とか逗子とか鎌倉とか江ノ島のところをずっとこう海岸沿いを走ってですね、ただまあ西湘バイパスじゃなくて普通の一般道なんで海はあんま見えないかもしれませんけど、そこを走って、箱根に行きます。で箱根もですね、ゲストハウスに泊まります。なので、一泊確か 4,000〜5,000円です。はい、普通箱根湯本、箱根湯本ですね、箱根湯本で普通に泊まろうとするとですね、まあ1万2万とかかかりますけど、まあ、ゲストハウスということでお部屋じゃなくてね、カプセルホテルみたいなベッドで寝るわけですけど、まあそれでもいいかなと、どうせ男一人だしね。はい、今日のところはですね、ロマンの森に、向かいまして、ロッジに着いて、一休みした後にですね、まあそのロマンの森の方で用意してくれてるなんだっけな、なんか豚鍋みたいなやつがあるんですけども、それの準備をすると。でまあね、お酒飲んで、ご飯食べる前にお風呂入るかな、白壁の湯っていうですね、眼前にですね、露天風呂の眼前に崖みたいなところがあってですね、なかなか壮観ですよこれ。楽しみですね。ロッジにね泊まるからテント立てなくていいっていうのはいいよね。いい、まあそのねテント立てること自体が、キャンプとかの醍醐味っていう人も多分もちろんいると思うんですけど、やっぱ結構めんどくさくなってきちゃうんですよ。仕事帰りとかだとね、で時間がね、その朝早くから出て、そうですね、1時とかにキャンプ場を着くんだったらそのテントを設営して夕食の準備したりとかするっていうのもまあありなんだと思うんですけど、何分仕事帰りなんで、まあ、ただね私の仕事、言いませんけどもすごい朝早い仕事で、で、ですからこう皆さん普通のサラリーマンの方で言えばですよ、朝9時に出勤をしてですね、例えば5時とか6時まで、仕事をした後に、例えばです、今まで言えば温泉行ったりとかキャンプ場行ったりとかするっていうことですから、はい、このここのところをすぐ左に入って右に行くと、分岐右ですね多分。はい、すぐここで右に入るんですね。本当こうあれですね、紛らわしいじゃんような気がするんですけどね、大丈夫ですかね。
なんだかんだでですね、もうすぐ、納車になって、1年になるわけなんですけども、もう1万6000キロぐらい走ってます、はい。まあ、もっとね走ってる人もいると思うんですけど、1年で1万6000キロって言うと結構なハイペースなような感じがします、はい。線ありますね。君津のすぐね、降りてだからすぐだからね、また今度来よう。なんかね、路面は濡れてますね。なんか雨降ったんですかね、こっちはね。俺が来る頃には止んでたから、まあそれはそれでいいですけどね、はい。でこれを鴨川の方面で行くのかな。千葉はね、本当にすごく高い山とかはないんですけれども、ところどころにこう小高い、丘陵っていうんですかね、丘というかそういうのの連なりはあったりとかして、それなりに、楽しいですよね、道、はい。で気候穏やかですし、今日泊まるところのロッジとその白壁の湯っていうそのお風呂があるところがですね、若干その離れてるんですね、ホテルのところなんですよ。なので、ロッジのところで、まあ、受付をして荷物を置いたりとかした後は、バイクで、まあ、歩いてってもいいのかもしれないですけど、まあ、バイクで、お風呂に入りに行くというような感じですね。でももしなんか過不足があればね、なんかおつまみとかね、近くにコンビニがあるのかどうか知りませんけれども、買いに行ってもいいですからね、はい、直進だそうです、はい。まあちょっとね、路面が濡れてますんで、凍ってはいないみたいですけど、やっぱりまあちょっと慎重に行きますか、はい。こっちがいくら気をつけてもね、向こうがはみ出して来られたら正面衝突しちゃいますからね。そこか、そこを右ね、はい。あ、もうあと5キロですって、はい。村はね、ここはサバゲーしに来たことがあるんでね、まだ千葉にね、いっぱいサバゲーフィールドができる前に、ここの中の、オーナーかなんかが結構そう好きで、やってもいいですよみたいな感じだったかな、うん。懐かしいね、もう何年前だ10年以上元だな、15、6年前か、 もっと前だね、20年は行ってないけど、あ、でも20年近くかもそう、フルーツ村のすぐ近くなんですよね。すぐ近くといってもあれですけれども、車とかそういう車両とかで使わないとなかなか、確かフルーツ村に泊まって、ロマンの森の白壁の湯に入りに行った記憶があります。
フルーツ村でキャンプしたんだったかな、バーベキューしたんだったかな、覚えてないですけどね、そんなことしました、はい。でロマンの森、あ、そう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 、なんでそんなことしたかと、そうだそうだ、あのだからフルーツ村で、その仲間だけでサバゲをして泊まって、でお風呂だけ入りにロマンの森に行った、そういう思い出だ、そうだそうだ、そう思い出しました、はい。もうちょいか、あの、坂登るんすか。いやーちょっとビビりましたね、今の道は。ちょっとここに止まらせてもらいましょうかね。今日はですね、私一人だけだそうです。あのここ泊まるの。なので、使いたい放題です、ここ。はい。あ、おいしい。はい、ロッジのお部屋はこんな感じです。あの、ちょっともう荷物、あの、展開しちゃったんで、ちょっとあれですけど、あの、もう、窓のね、すぐ外が、もう本当に、崖になってます。はい。はい、じゃあですね、これからちょっとあのご飯にする前にですね、白壁の湯ってやつに行っていきたいと思います。ちょっと雨降ってきましたね。まあでもまあいいです。でまあ装備全部通っちゃったんで、後ろこんなスッキリしています。はい、ちょっとね、あのここ入ってくるところの道とかがすごくあの急な道だったんで気をつけていかないと。よいしょ、これでこけたらやだよね。ちょっとね、慎重に行きたいと思います。あのどうせ一人しかいないんでね、誰も助けてくれないんで。入ってくるところの道は結構な坂道でしたよ。濡れるとちょっと怖いですね。滑ったりとかするとやだな。ゆっくり行きましょう。うわ、まあ確かにね、登ってくるときこれ勢いがないと登れないですよね。もうね、すぐです、すぐ。もうちょっと見えますね、白壁ね。もうすぐそこ、すぐそこ。もうバイクで行くほどでもないかなって気がしてきたな。歩いても行けましたね。はい、失敗失敗。まあいいや。で、
っちですね。いやね、来たことあるんだけど、さっぱりなんかもう覚えてないな。もう忘れちゃってますね、本当に。まあじゃあちょっとここで白壁の湯です。露天風呂です。はい、コテージに戻ってきましてですね、お風呂いいお湯でした。はい、自然薯鍋を食べていきたいと思います。具材はこんなんです。これ1人前っていうのが頼めなくてですね、2人前です。結構な量ありますね。はい、でね、これを沸騰するまで待つと。でその後は適宜、具材を入れて加熱していくと。食べるぞって時に自然薯、これですね、これを入れると美味しいみたいですね。はい、だし汁が煮立ってきましたんで、食材を投入していきたいと思います。まあ、まずはやっぱりね、肉をね、ちょっと入れていきたいですね。ポンポンと。まあ一人しかいないんで、適当にやっちゃいます、本当に。鍋の本当はこうじゃないよ、みたいなことを思う人もいるかもしれませんけど、もう本当に自分しかいないんで、適当で、もう食べたいものを入れてくって感じなんで、その辺はご了承ください。なんつったって2人前ありますからね、たっぷりありますよ、本当に。食べますよ。本当うまいっす。本当腹減ってっからうまいよ。うまっ。これ味噌のあれだからうまいよ。本当体温まるしね。ちょっとね、この自然薯も入れてみたいと思います。投入しました。これね、こんな風にね、ちょっと投入しましたよ。どんな感じなんすかね。これでちょっとね、肉も一緒にやりますよ。これ自然薯、はい、温まったやつをね、食べてます。美味しいですよ。うん、うまっ。あ、美味しい。でね、ロッジの中にはね、冷蔵庫もありますので、買っといたお酒飲みたいと思いますね。まあ、お酒飲んじゃうとあんま食えなくなっちゃうかもしれないけど、これうまいね。モルツのすごくこうホップの味がきつくで美味しいですね、これも。はい、もうね、結構ねお腹もういっぱいですけど、まだまだ食えます。食堂やとこのぐらいですね。まだうどんがあります。であとこっちに締めのご飯もあります。でね、結構ねビールこの350ぐらいで、結構最近はもうすぐ酔っ払っちゃうようになっちゃいましたね、本当に。つみれですね、これ。はい、つみれうまっ、うまっ。うん、このあれですね、白菜の芯のところもうまいですね、これ。うまっ。はい、今日は2月の15日土曜日です。はい、の朝です。昨日夜ですね、ちょっと雨降ったんですけれども、ロッジのおかげで全然当たり前ですけど雨に降られる濡れることもなく、心地よい朝になってます。ちょっと朝もやが出てますね。はい、で今屋外に置いといた、まあ、バイクをですね、ちょっとこうタオルでちょっと水滴拭いて、ちょっと起動してたら、まあマフラーからもうもうと、やっぱ水蒸気なんですかね、出してます。はい、
まあ、この状態でなんかまあアイドリングしとくのはやぶらいいそうですけども、まあ、しょうがないんでちょっと一旦ちょっとだけ起動しています。いやで、ここ泊まったところですけど、すぐそこが炊事場で、この こっちが、まあ、シャワーとその裏がトイレだったりとかするんで、すごく近いところにいろんなものがあってですね、すごく良かったです。で、昨日 あの鍋もですね、すごく美味しかったです。あの完食しました。はい、あの量を一人で食っちゃいました。はい、まあ、顔も洗って、布団も上げて、ちょっと一息入れようと思います。またこれですね、はい、あ、なんか静かですごくいいですよ。本当に気温はちょっと低めですけども、穏やかな朝です。あ、そろそろ沸きましたね。本当はね、ちっちゃいあのケトル、やかん、あのあるんですけど、荷物になっちゃうんで持ってこなかったんですね。まあ別に、まあ、これであれば全然いいんで、はい。